イギリス国立物理学研究所は、イギリスの国立の計量標準研究所であり、ロンドン、テディントンの物資公園にある。イギリス最大の応用物理学の研究機関である。運営は政府の委託を受けたセルコが行っている。NPL は計測学と物質科学において国際的に評価されている中核的研究機関である。1900年に、 ブッシーハウスを所在地として選んで、以来国家の計量標準の開発と保守を行ってきた。今ではビジネスイノベーション、職業技能賞からの予算でナショナルメジャーメントシステムの科学面を支えている。産業界における計測に関する問題に科学的支援を行う営利サービスも行っており、MSF 標準電波局を管理している。 テディントンにはかつて国立科学研究所もあったが、1965年に閉鎖され、その機能の一部は NPL に移管された。IT などとも連携し、関連分野の科学者や工学者を支援している。2007年、テディントンに NPL の船体研究施設が完成した。NPL に勤務していた研究者としては、金属疲労の先駆的研究者の一人 h j ゴフ。 がおり、1914年から1938年までの19年間勤務していた。クォーツ時計技術の開発に貢献した DW 第レーダーの開発で知られるロバート・ワトソン・ワットもいる。第二次世界大戦中に班長爆弾を発明したバーンズ・ウォリスは当初 NPL に在籍していた。 シドニー・ゴールドスタインとジェームズ・ライトヒルは第二次世界大戦中に NPL の空気力学部門に在籍し、それぞれ境界層と超音速空気力学を研究していた。戦後の研究者としては初期のコンピュータ設計で知られるハリー・ハスキーと計算機科学の父と言われるアラン・チューリングがおり、初期のコンピュータである ACE の開発に従事していた。 数値解析で知られるジェームズ・エイチ・ウィルキンソンも ACE 開発に携わっていた。また、アメリカで発明された原子時計の精度を高めたセシウム原子時計を開発したルイス・エッセンがいる。1960年代にはパッケット通信を発明したポール・バランとドナルド・デイビスがいる。他に NPL で勤務していた者として計算材料熱力学の父とされる。 オズワルドキューブシュスキーがいる。ありがとうございます。